河野太郎氏が街頭演説を行った際の逆ギレとも取れる感情的な反応についてお話しします。このエピソードは彼が有権者の反感を買いネット上で大炎上を引き起こした一件として広く知られています。特に注目されたのは彼が街頭で直接対話する中で見せた対応が支持を求める立場の政治家として大きな問題をはらんでいた点です。まずは実際の映像をご覧ください。科学的な議論ではどうにもならないので、こういう場所に来て騒いで人の演説を邪魔をする、それしかやりようがないから、こういう場所に来て大声を出している。行き場のない怒りだよ。国民の人たちに日本の医療を負けさせては、どれだけの人に恨まれてるんだ、あなたは。街頭演説において河野氏は支持者や一般の有権者に向けて熱心に語りかける一方で、批判的な声が上がると冷静さを失い逆ギレとも取れる態度を見せました。これによりその場の空気は一層悪化し、聴衆からは不満が噴出しました。ネット上でも瞬く間にこの出来事が広まり、彼に対する批判が渦巻くこととなります。河野氏のこのような反応には彼のこれまでの政治的な姿勢が大きく影響していると考えられます。特に彼が SNS 上で批判的な意見を持つ人々を次々にブロックしてきたブロック太郎という異名は彼のスタンスを象徴しています。批判に対して対話を避け反対意見を無視する姿勢が彼に対する不信感を増幅させてきたのです。このブロック行為がネット上で広く知られるようになると、彼のイメージは意見を聞かない政治家として定着し、今回の街頭演説での感情的な反応がさらにそれを裏付ける結果となりました。また街頭演説での彼の対応が特に注目されたのは、 SNS とは異なり現実の場ではブロック機能を使うことができない点です。批判の声を無視することができず直接対峙するしかない状況下で、河野氏は感情的に反応してしまったのです。この姿勢は批判を受け入れず対話を避けるという彼の政治手法が現実の場で限界に達した瞬間でもありました。感情的な対応は政治家としての資質を問われる結果となり、彼への批判がさらに広がりました。有権者の声に耳を傾け冷静かつ理性的に対応することが求められる中で、河野氏の感情的な振る舞いは支持者との溝を深め、彼の評価を大きく損なうものとなりました。このエピソードは彼が一貫して強硬な政治手法を取ってきたことが結果的に彼自身の政治キャリアに傷をつけるものだったといえます。またこの出来事がネット上で広まるにつれ、 SNS 上では彼に対する厳しい批判が飛び交いました。彼の演説の様子や感情的な振る舞いが動画で拡散され、多くのユーザーが彼の態度を政治家としての自覚がないと非難しました。彼が築き上げてきたイメージは一瞬で崩れ去り、支持率にも悪影響を与えることとなります。この一連の騒動は彼の政治的立場を大きく揺るがすものとなり、彼のリーダーシップや資質に対する疑念が強まりました。このように河野氏の街頭演説における逆ギレは彼のこれまでの政治手法や姿勢が引き起こした結果であり、彼にとって大きな失策となったのです。批判的な意見に対して感情的に反応することは政治家としての冷静さや客観性を欠如させる行為であり、有権者との信頼関係を損ねる原因となりました。続いて河野氏が推進する V 政策に対する立場とそれが引き起こした反発について詳しく見ていきましょう。河野氏は新型コロナウイルスの V 推進に積極的に関わってきた政治家の一人です。しかし彼の熱心な推進が逆に多くの人々の反発を招く結果となっています。特に彼が演説中に V に対して批判的な意見を述べる有権者に対して冷淡な対応を見せたことが大きな波紋を呼びました。河野氏が V 政策を強力に推進する一方で、彼の厳しい口調や反対意見に対する攻撃的な態度が目立ち、これが対立を深める要因となっているのです。V 政策に対する信頼が揺らいでいる中で、彼の強硬な姿勢は上から目線として受け取られることが多く、特に反 V 派の人々からは強い反発を招いています。さらに河野氏が SNS 上でブロック機能を多用し
反対意見を封じ込めてきたことも問題視されています。ネット上で批判的な意見を次々に排除してきた彼のやり方は信頼性を損なう大きな要因となり、特に V に関する情報の透明性が欠如しているとの懸念が強まる中で、このような態度は有権者の不信感を一層増幅させています。河野氏が V 政策を推進する際に見せた強硬な姿勢は彼自身の政治キャリアにとって大きな転機となる出来事でした。 V そのものに対する賛否とは別に、彼の言動に対する信頼性が問題視され、国民の間で不信感が拡大していったのです。河野氏の一貫した姿勢は彼の政策を支持する層には評価されることもありましたが、その断固とした態度が上から目線や強権的として捉えられる場面が多く見られました。特に V 政策に対する批判的な意見や反対派の声を陰謀論と一蹴するような発言は議論の余地を奪い、対話の機会を閉ざしてしまう結果を招きました。このような対応が彼への批判を一層強め、信頼関係の構築に大きな障害となりました。 V に対する疑念が広がる中で、彼がこれらの意見に耳を傾けることなく一方的に政策を推し進める姿勢は多くの人々に自分たちの声は届かないと感じさせたのです。さらに河野氏が街頭演説で V に関連する質問に対して冷淡な反応を見せたことが国民の間で大きな反発を呼び起こしました。彼が有権者との対話を避け、批判を受け流すような態度を取るたびに、反 V 派からの批判の声が一層強まっていったのです。河野氏は政策の正当性を強調しつつも、そのやり方が国民との対立を生み、結果的に支持を失う原因となりました。国民が感じた大きな不満の一つは、V に関連するリスクや問題点に対して河野氏がほとんど触れなかったことです。V の有効性や安全性に関しては盛んに訴えていたものの、副作用や懸念されるリスクについての説明が乏しく、これが片側だけの話として捉えられ、国民の不信感を一層高める要因となりました。V 政策に対する不透明な姿勢が、彼の政治的立場をさらに揺るがすことになったのです。河野氏の問題は、単に V 政策そのものの是非ではなく、その政策を推進する際の彼の態度や政治手法にあると言えるでしょう。彼は自らの政策に対する反対意見を排除し、批判に耳を傾けない姿勢を貫いてきました。このような手法は、国民との信頼関係を損ね、政策の実行においても大きな障害となっています。特に SNS 上でのブロック機能の多用は、河野氏の意見を聞かないという印象を強め、国民の間で彼に対する不満が高まる原因の一つとなっています。ネット上で批判的な意見を次々に排除してきた彼の行動は、リアルな場面でも反映されており、批判や異なる意見に対して対話を避ける姿勢が国民の間で大きな反感を生んでいるのです。V 政策に対する信頼を築くためには、国民との対話が不可欠です。しかし、河野氏の対応は、その対話を避け、批判を封じ込めるようなものとして受け取られています。国民が不安や疑念を抱いている中で、彼の強硬な姿勢は問題を解決するどころか対立を激化させる要因となりました。 V 政策に賛成する人々にとっても、彼のやり方に対する疑念が残ることは避けられない状況となっているのです。このような背景から、河野氏が V 政策を進めるたびに反 V 派からの批判が激化し、その度に議論が加熱していきました。街頭演説や SNS 上でのやり取りにおいても、彼の強硬な姿勢が反感を生み、多くの人々が自分たちの声は届いていないと感じるようになったのです。特に V に対して不安を抱く人々にとって、河野氏の姿勢は国民の声を無視するものとして強く批判されました。また、河野氏が反対意見を封じ込めるだけでなく、彼自身が V 政策に関連する疑問やリスクについて説明しないことも、国民の不信感を増幅させました。彼の政策に対して批判が根強く残る限り、河野氏に対する信頼が回復することは難しい状況です。このような状況が続く中で、彼がどのようにして国民の信頼を取り戻すのかが、今後の大きな課題となっているのです。河野氏の V 推進に対する立場は、その積極的な姿勢が裏目に出てしまい、
結果的に多くの人々の反発を招く事態となっています。政策自体の内容に関しては支持する声もありますが、その推進手法が国民の間で大きな反感を買っていることが彼の政治的キャリアにとって大きなリスクとなっています。次に河野氏が示す強硬な政治手法について見ていきましょう。河野氏は迅速な決断と行動を重視する政治家として知られていますが、その一方で対話を軽視し自らの意見に固執する姿勢が批判されています。彼がブロック太郎として知られる理由も、 SNS で批判的な意見を持つ人々を次々とブロックし異なる意見を排除してきたことにあります。この行動は彼の政治手法の象徴的な一例であり、多くの人々に独裁的として捉えられる要因となっています。河野氏の政治手法はしばしば強硬であり、反対意見に耳を貸さない姿勢が見られます。彼は迅速な決断を重視する一方で他者との協議や対話を軽視する傾向があり、この点が国民の不満を招いています。河野氏が掲げる政策に賛同する人々からも彼の手法には批判的な声が上がることが多く、特に反対意見を無視するような態度は支持を失う原因となっています。彼が演説や公の場で示す感情的な態度もまた政治家としての冷静さを欠いているとの批判を浴びています。河野太郎氏が見せる強硬な政治手法は特に演説や公の場において顕著です。彼は自らの信念や政策に対して極めて断固とした姿勢を示し、時に感情的で攻撃的な口調を用いることがあります。これにより有権者の中には強い違和感を抱く人々が増えているのです。特に冷静さを欠いた発言が多く見られる点が彼の信頼性を損なう要因となっています。彼が対立する意見に対して感情的に反応することが多いため、結果的に独裁的とみなされることが多く、そのような指摘が彼に対する反発を一層強めています。批判や異なる意見に耳を傾けず一方的に自らの考えを押し通すような姿勢は、民主主義の基本である多様な意見の尊重という観点からも問題視されているのです。河野氏はしばしば迅速な決断力を持つリーダーとして評価される一方で、その決断が時に他者の意見を無視したものであることが問題となります。彼の強硬な姿勢が目立つ政策実施の場面では、専門家や他の政治家との十分な協議が行われないことが多く、これが独善的と批判される一因となっています。彼の決断力を評価する声がある一方で、反対意見を無視し合意形成を軽視する姿勢が支持者を減らす要因にもなっています。このような政治手法が表面化するたびに、河野氏に対する国民の不信感が増大していきます。彼が街頭演説で見せた感情的な反応や SNS 上で批判的な意見を次々とブロックしてきた行動がその象徴的な例です。国民との対話を避け批判に対して過度に攻撃的な態度を取ることは、彼に対する信頼を失わせる結果を招いています。河野氏の政治手法が強硬なだけでなく、冷静さや客観性に欠ける点が彼のリーダーシップに対する疑問を投げかける要因となっています。感情に任せて発言する場面がしばしば見受けられ、有権者の間では政治家としての資質に欠けるとの批判が広がっています。彼の演説が対立的なトーンを帯びるたびに彼に対する反発が増し、結果として政治家としての評価が下がる傾向にあるのです。さらに河野氏は自らの意見を擁護する際、対立する意見を持つ人々との対話を避ける傾向が強く見られます。これが彼に対する批判の一因となっており、対話を避けている姿勢が国民の不満を一層募らせる結果を招いています。政治家として国民の多様な意見を聞き入れ対話を重視することが求められる中で、彼の一方的な姿勢は評価を下げる原因となっているのです。対話や協力を欠いた彼の政治手法は結果的に自らの政治キャリアに悪影響を与えることになっています。国民の支持を集めるための行動がむしろ反発を招いている現状を考えると、河野氏は自身の手法を見直す必要があるでしょう。批判や異なる意見に対して耳を傾け柔軟に対応する姿勢がなければ、彼が国民からの信頼を回復するのは難しい状況です。
河野氏の政治手法がもたらす影響はネット上での反応やメディアの報道姿勢にも強く現れています。彼が街頭演説で見せた逆ギレや強硬な態度に対してネット上では猛烈な批判が噴出しました。 SNS を中心に彼の言動に対する批判の声が広がり、時間が経つにつれてその波はさらに大きくなっていきました。特に彼の演説が一部メディアで報じられなかったことが国民の間でメディアに対する不信感を高める要因となったのです。河野氏の演説に対するメディアの沈黙は多くの人々に疑念を抱かせました。なぜ重要な政治家の炎上事件が報じられないのかという疑問が広がり、メディアへの不信感が増幅される結果となりました。ネット上ではこの出来事がメディアの報道の自由や自主規制の問題として議論されるきっかけとなり、メディアの信頼性が揺らぐ事態となったのです。日本のメディアが政権寄りであるとの批判も相次ぎ、特に河野氏に対する批判が高まる中で、この問題が一層クローズアップされました。国際的な報道自由度ランキングで日本が低位にあることが再び注目され、今回の炎上事件が日本のメディアの問題を浮き彫りにする結果となりました。ネット上では河野氏に対する批判だけでなく、メディアの報道姿勢に対する不信感も同時に広がっていきました。河野氏が自らの立場を守るためにメディアと対立する発言や投稿を行った際、それがかえって批判を強める結果となりました。ネット上での批判が広がる中、河野氏がどのように対応するかが今後の政治生命にとって大きな試練となることは間違いありません。一方でネット上での批判が強まる中でも河野氏を擁護する意見が少数ながら見られました。彼の決断力や迅速な対応を評価する声がある一方で、彼に対する大規模な反発に驚きを示す意見もありました。しかしこうした擁護意見は主に SNS 上に限られ、広く議論されることはありませんでした。批判の波に押される形で擁護の声は全体の議論の中でほとんど表に出ることがなかったのです。メディアの沈黙が続く一方で、ネット上では河野氏に対する批判が日を追うごとに激化していきました。 SNS 上で報道しない自由を行使するメディアに対する厳しい批判が叫ばれ、ネットユーザーたちは声高にメディアを糾弾しました。この事態が国民のメディア不信を増幅させる結果となり、河野氏の政治手法やリーダーシップに対する批判と相まって、政治とメディアの関係性が改めて問われるきっかけとなったのです。今回の出来事を通じて日本における報道の自由やメディアの自主規制に対する議論が一層活発化し、国民の間でメディアに対する不信感が広がっています。河野氏に対する批判が拡大する中で、彼が今後どのようにして信頼を回復するのか、そしてメディアがこの問題にどう対応するのかが注目されるポイントとなっています。今回の河野太郎氏の街頭演説に対する一連の炎上騒動について、皆さんも多くの感想を持たれたことでしょう。感情的な反応を見せた彼の振る舞いが国民の信頼を大きく損ねたことは明らかです。政治家として国民と向き合う姿勢がいかに大事であるかを改めて痛感する出来事でした。批判に耳を塞ぎ対話を避けることは結果的に支持基盤を弱めることにつながります。今回の騒動を通じて河野氏のリーダーシップや彼の政治手法が問われているのは明白です。私個人としては政治家が自身の信念を貫くことは重要だと感じますが、それは同時に国民の声をきちんと受け止め対話を重視する姿勢が伴ってこそ成立するものだと思います。特に感情的な反応が大きな場面では冷静さを失うことなく、批判や反対意見に対しても真摯に向き合うべきだと考えます。今回の河野氏の対応はその点において大きな課題を残したと言えるでしょう。皆さんは今回の件についてどのように感じましたか？河野太郎氏の演説に対するご意見や感想をぜひコメント欄でお聞かせください。彼の今後の動向についても多くの人が注目していると思いますので、皆さんの声を反映しさらに深掘りしていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でもお会いしましょう。